ズビグニエフ・ボニエクは、ポーランド・ビドゴシチ出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは、FW、MF。スピードに優れ、ディエゴ・マラドーナは、世界最高のカウンターアタック選手と評した。地元のサッカークラブ、ザビシャ・ビドゴシチでサッカーを学び、1975年に、ビジェフ・ウッチと契約して、選手キャリアをスタートさせる。 当初は DF としてプレーしていたが、後に FW へ転身した。1976年にポーランの代表デビューを果たすと1978、1982、1986年と3度のワールドカップ出場に導いた。1978年のワールドカップアルゼンチン大会ではメキシコ戦で2ゴールを挙げた。またチームは2次リーグまで進出した。 1982年のワールドカップ、スペイン大会では、ペルー戦で1ゴールにアシスト、ベルギー戦で、ハットトリックを決めるなど、チームを準決勝に導いたが、累積警告で、イタリア戦には出場できず、チームは敗れたが、3位決定戦のフランス戦でも1、アシストで勝利に貢献し、チームの3位入賞に貢献、MVP 投票で4位に入る活躍で、 同年のバロンドール投票では第3位に選ばれた。代表チームでは80試合に出場26ゴールを挙げた。1982年、イタリアのユベントスへ移籍するとすぐにレギュラーの座を掴み、また特にミシェル・プラティニとは良い連携を見せた。1983から1984シーズンのセリエ優勝チャンピオンズカップでは決勝で ハンブルガー SV に敗れたが、翌1984から1985、シーズンの UEFA チャンピオンズカップ優勝に、多大なる貢献を果たした。特に、チャンピオンズカップ決勝のリバプール FC 戦では、相手 DF の裏に抜け出し、PK をダッシュ、その PK をプラティニが決め、ユベントスは、初の欧州制覇を成し遂げた。それらの活躍により、 ユベントス会長のジャンニアニエリからベッロディノッテの愛称を与えられた。その後1985年に AS ローマへ移籍。1986年にはコッパイタリア決勝でサンプドリアを破り優勝。同年のワールドカップメキシコ大会ではラウンド16まで進出したがブラジルに敗れた。1985から86シーズンは フルスユベントスに競り負け優勝を逃したがリーグで2位に貢献、1987から88シーズンを最後に現役引退をした。引退後は指導者の道へ進み、主にイタリアの地方クラブで指揮を取った後に、2002年7月からは、ポーランド代表監督に就任したが、同年12月に退任している。その後は、イタリアの放送局ライドゥのドメニカスポルティーバという、 番組で解説者を務めていたが、2012年、ポーランドサッカー協会の代表に就任した。2019年には、イタリアサッカー界の殿堂入りも果たした。ありがとうございます。